ミサキ。もう怖い顔は飛んでけ。今日のミサキは審査員、皆さんはお客様。いつもの喧嘩は一休み、一緒に仲良くお楽しみね。ねね、なんかいけすかんけど。そうよね、今日はひとまず急戦隊。小さな旅館で行われる漫才グランプリが全国中継なんでしょ。しかも優勝賞金1000万円でございます。軽く私の年収の5倍でございます。可及的速やかに破格でございます。お父さんとお母さんの年収の20倍近いんだけどな。だけどそんな賞金がこんな旅館で出るっち、なんかうさんくさいんやけど。そんなお金どこにあるんだか。あるに決まってます。だって何ね、何ですの。あ、なんでもないだし。なんでこの変な子は。まあまあまあ、あのみさんもそうキリキリなさらない。キリキリはお肌と心によくないですわよ。でもあの子なんかうさんくさかろう。そう、なんでも疑わない。さっき言ってたでしょ、今日はいつもの喧嘩は一休みってね。何番目に出るの。それがね、20組のラストバッターなの。ベテランの味で最後を盛り上げてくれって頼まれたんですって。そう、それは素晴らしいわね。さあ始まるわよ。最後にもう一度笑い声の練習。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコ、部屋でカエルを飼いすぎなのよ。そこのあなた方、出場者はまだ登場してませんよ。笑うのが少々お早いようでけ。これはこれは失礼いたしました。失礼いたしました。これで17組目です。どうぞ。実は私もです。なるほどなるほど、了解でございます。ではただいまから4時間と12分後にファックスできるのではないかと。
と榊。はい。舞台でお笑いしよっと。私は仕事をしておりますが。だからここはステージの前やろうがね。これは可及的速やかにすみませんでした。私榊隆、仕事となると視野が目の横にカップみたいなのつけた競走馬のごとく狭くなりまして、すみませんでした。分かればよかよ。よくないんですけど、舞台進行中なんでもう少しお静かにお願いできますけ。これは誠に可及的速やかに申し訳ありませんでした。ミスは自分のミス、自分のミスは先輩のミスやろうがね。そうだそうだ。さあどうした、可及的速やかに。分かればよろしい。あい、ディレクターと AD の異色コンビでメディーサウンディ。いろんな業界から出演してるのね。ちなみに私、ここまで一度も笑ってないんですけど、サバオはどう？この調子だと、もしかしてお父様とお母様。逃げちゃうかもしれませんわよ。そうね。どうもメディアサウンディです。僕がディレクター佃所。私が AD 上本。僕ら二人で安月給。僕らの稼ぎは事務所に抜かれるの。すごい爆笑の渦ね。あなたこれ笑える？そうよね。佃所さん、1本100万円の仕事取ってきました。でかした上本、これでお前に2万円は入るな。98万は事務所に抜かれるの。私すっかり面白みがわからないんですけど。続いての登場は桜井戸端。お笑い声優タレントの彼が一発ギャグに挑戦。心してご覧あれ、桜井戸端。どうもどうもどうも。あい、何あの登場。ねえサバオ、ちょっと外出ない？どうせこの人もつまんないと思うの。
もう夕方か。道理で腰も痛いわけね。ずっと座ってると腰にくるわよね。もう黙りシャラップ。そうね、返信してなかったわね。返信返信と。そりゃ休みもなくて疲れるけど、毎日ドキッとする何かがあって刺激もあるわ。でもそれだけでいいのかなっていうのが正直あるのよね。私このままデビューしていいのかな。私にはもう一個小さい頃からの夢があるじゃない。そう、正直言うと最近法律の勉強なかなかできてないんだ。忙しくなるの分かっててデビュー決めたんだもん。でもここまで忙しくなるって正直思わなかったわよ。なんだか夕日が眩しいセリフね。なんだか途中で話、なえさんは野球好きですか？なんて話すり替えたでしょ。だから答えのやり直し。どんな女の子が好きなの？それは？やめた。だってサバオの顔楽しくなさそうなんだもん。普通恋の話って楽しいもんじゃない？それなのにあなた、恋人が突然命を落としたみたいな顔だったわよ。
と聞いた時こそはさっと言えるようにしといてよね。さあそろそろお父様とお母様の出番よ。席に戻りましょう。サバオありがとう。話したらなんだか楽になった。聞くだけしかできなくてじゃなくて、聞くことができるって相手にとってありがたいことだと思うよ。サバオには何でも話せる気がする。ちょっとした発見かも。ありがとう。何？何？私のことからかっておりますの？ひどい。もうサバオには何も話さないんだから。もう知りません。サバオもう一回言うね。ありがとう。するしかなかね。大丈夫ですよ。きっと大丈夫です。そうですか。私先ほどの桜井戸端は思いのほか笑い満載でございましたが。あんた笑いのツボがおかしいと。あぶみさん、お待たせしましたけ。本日最後の出場者さん登場ですけ。どうでもいいんだけど、あのサイの着ぐるみ司会者、ケッって耳につくわよね。なんだか性格悪い感じっていうか、どこかで聞いたことあるっていうか。それでは最後の一組をお呼びしましょうけ。ほら、あのケッ。四国からの挑戦者、夫婦漫才一筋の二人、ベテランの味、大沢木ブーピー子。ほら、二人が出てきますわ。大沢木、藤尾ちゃんです。ひろこちゃんです。お二人です。するショートコント。コント上を脱いで。おお、ただいまただいま。さあ一杯やるか。お父さん落ち着いて。一杯やる前に上くらい脱いだらどうですか。おお、すまんすまん。上をな。
しろかねあら、皆さん、面白くない？面白くないの？じゃあ、仕方ない。わしもやっちゃおっかな。藤尾ちゃんの一発ギャグ。イエーイ！9回裏、二神満塁。さあ、ピッチャー振りかぶって、食べました。どんな食いしん坊だよ！面白くないのかな。漫才だけにもうお手上げ。漫才漫才万歳なんちて。あのサイの着ぐるみ司会者、蹴って耳につくわよね。それでは審査結果の発表ですけ。ライバルは桜井戸端です。お前は黙ってろ。はい。漫才グランプリ栄えある優勝者、すなわち1000万円を手にしたのは大沢木プーピー子。よし、素晴らしい。の前にネタをやりました、この方け、桜井戸端さん。それからプーピー子さんでしたか。なぜ前に下がってくださいけ、邪魔ですけ。優勝はわしらじゃなくて、さくら井戸端さん。そうですよ。あれ、自分たちが優勝とでも思いましたけ。名前呼ばれたもんですから。いやですよ、これは漫才の大会。優勝者の名前の発表もちょっとボケを入れてから発表させていただきました。ああ、そうかそうか、なるほどなるほどなるほど、こりゃ騙されたな。うんうんうん。ひどいわね。
バカにしとる。それでは優勝のさくら井戸端さん、賞状と賞金の授与になります。審査員の方々よろしくお願いしますけ。それでは本日の総評をお願いしますけ。代表してアイドルの南美咲さん、お願いしますけ。ただいまご紹介に預かりました。本日の審査員、南美咲でございます。美咲ちゃん、すごいファンね。ひょっとして会場全部？ひどい。これからもこんな漫才をやられると迷惑だし、まあいっそこのまま引退宣言なんていかがでし。あ、いや、引退だなんて、引退だけに、それは引退痛いな、なんちて。騒ぎプーピー子にやめろコールですけ。さあどうする、お二人。さあやめろ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 。こんな状態になってはプーピー子さんもう引退決定ですかな。汚いぞ。受けなかったのを人のせいになさるんですか。そんな集大まで全国放送でお届けとは、さすが引退するだけのことはありますな。あんたね、汚すぎるとよ。私大至急おトイレに。おや、その声はアイドルの花咲あぶみさんですか。もしかしてあぶみさんともあろうお方がこのお二人のお知り合いで。
こんな漫才しかできない二人とお知り合いとは、あなたのレベルも知れますな。ちょうどいい。一緒に引退なされては。私が出てよって言ったばっかりにこんなこと。毎度バカバカしい話はおほどく。お前さん、魚のクセして酔っ払ったんだって。ええ、まあ酒だけに。はい。ねえ、あなたアジアに詳しいの？ええ、まあタイだけに。はい。またあんたらの手先ね。違いますし。違うけど、ちょっと面白いです。そこの君、おならしたかね。ええ、まあブリブリブリだけに。はい。もしかして9回裏、西満塁。ピッチャー振りかぶって食べました。で、どんな食いしん坊だよ。誰か知らんが面白いな。うちの事務所に入れたらいいでし。そうだな。よし。そこの魚人間さん、我がチェリーベルプロダクションに入社せんかね。君は面白い。面白いですって。そう、面白い。面白いです。先ほど全く同じネタをそこの大騒ぎプーピーコさんがされた気がしますけど、その時はあなた煮込まれてしょっぱいなんておっしゃりませんでしたこと。まさか。そう、そのまさか。魚の手にまさかな。白く白く、魚の目玉を白く白く、さらに青、より青。生まれた漫才グランプリに笑いなしの
分のかけがえのないスマイルを何で打ったの。そんなとこでよくって、あなたたちにこんな名言をあげる。哲学者ニーチェの名言よ。笑いとは地球上で一番苦しんでいる動物が発明したものである。笑いは地球上で一番苦しんでいる動物が発明したものである。私たち人類は地球で一番悩み一番苦しみを抱えているかもしれない。でも逆に一番楽しいって思いを伝える方法、笑顔を手に入れたい。そんな笑顔をユーたちは我慢し、また笑顔の源を作ってくれるタレントさんの笑顔までも奪って。違うかしら、それってとても悲しいことじゃないかしら。じゃあ判決、プーピーコはさっきのネタをリプレイすべし。じゃあ何をリプレイ。いいから忘れ。プーピーコがお送りするショートコント、上を向いて。おお、ただいまただいま、さあ一杯やるか。お父さん、落ち着いて。一杯やる前に上くらい脱いだらどうですか。おお、すまんすまん、上上上をな。面白いものは素直に笑った方が心も楽しくなくて。負けました。優勝を譲ります。確かにお二人の方が面白かった。今回は僕の負けでした。デキレースって聞いてましたけど、やっぱりそんなの良くないですね。桜井戸端くん、ナナメさん、大騒ぎプーピーコ夫妻、ウーショバイさん、そして南美咲さん、見ての通りなんですけど、いかがいたしますか。ぷぎゅー、まあいい、今回は引き下がるとします。だが、ただ今度こそ。プーピーコのショートコント、イングリッシュ、次の英文を訳しなさい。ハロー、トゥデイイズベリード、こんにちは、今日はとってもいいです。どんな意味やねん。プーピーコー、ショートコント食べ過ぎ、あー食べ過ぎ食べ過ぎ。